た雨だね。ね、昨日まですっごいいい天気だったのに。あポコタと出かけるときは天気いいんだよ。みーちゃんと出かけるとき雨だよね。え多くない？何それ、私のせい？え、ちょちょちょ、あの2人揃うとみたいな。ああ雨を呼ぶ。じゃあお姉ちゃん来ると。で今からどこ向かってんですか？いや久しぶりにラウンドワン行きたくてね。ですよね、このルート。そうですあなたの好きなものがいっぱいありますね。そう、いっぱいあるところ。新しくなんかこうでなってから行ってないから、うん、新しくなったんだ。 UFO キャッチャーがいっぱいできた。出たそれから行ってないの。雨すごいね、雨ね。めっちゃ雨降ってる、ね、やった、楽しみ久しぶり。あ、閉まった、やば、傘傘屋根ない。あれ、 あ、そっか、でも直接はいけないのか。いけない、そっか。行くぞ。あ、ちょっとでも、ちょっとでも雨が降らないところです。うわちょっとやばいやばい、めっちゃ速い。そして風強っ。やば。出だしから結構いい汗かいたんだけど。え、こっちだよ。はい。下りに乗りそうだった。可愛いし、はい、あ難しそうだね。
私こういうの苦手なんですよ ね。え、白赤が可愛いな。可愛くない？可愛い。わあ！ハンギョドン。みーちゃん、何ね、今バッグ欲しい。いや、ハンギョドンが欲しい。なんでハンギョドン？ハンギョドン可愛いじゃん。そう。え、けどこれ取れないやつじゃん。え、店員さん言えば変えてくれる。可愛い。私。わ、これ。これが一番ハンギョドンはちょっと違うな。かわいい。やっぱちょっとみーちゃんのかわいいはなんか違う。なんでかわいいじゃん全部。あー、いた。またハンギョドン。よっぽど好きなの。ある？うわ、ラス1。あ、マジ？あ、ほんとだ。わあ。人気なの？ハンギョドン。そうだよ、人気なんだよ。そうなんだよ。すごいね、回ってるだけで楽しいね。お、カレーある。カレーある、カレー。うわ、これ欲しい。美味しいのか、これ。こっち、あ、缶詰好きだな。この貝欲しい。何？貝。あ、貝ね。白ワイン蒸しでも。うわ、いいな。なんかすごくない？このアンパンマン。なんか誰が誰だかちょっとわからないけど、あのピンクの犬何？あれ、あのピンクのチーズの彼女っぽくない？たまにこういうので掘り出し物ありますよね。え、ちょっと待って、びっくりした。マーキュリーの腕一本ないかと思った。後ろに、え、ある。あ、取れてる。マーキュリーの腕が取れてる。しまった。気づいてはいけないところに気づいてしまった。あら、アミちゃんの腕が見なかったことにしましょう。ルッフ。どこだっけ？あ、ちょっと両替してくる。はい。これってどこ狙うのが正しいんだ。うわ、すっごい揺れる。わー、ブランブランしてる方か。とりあえず試しにここって、この勢いで。おー、あ、ダメじゃん、ダメじゃん。いけ、コンコン。これむずいのかな。え、これ揺らしながら、揺られたまま行った方がいいかも。この揺れた状態をキープして。これかかるのかな。え、どう思いますか。これどこ狙えばいいかちょっとわからないんだけど。じゃあここだ。で、この辺なんか入るかな。あんねんじゃん。あ、全然違う、全然違う。これわかんないや。これ難しいね。やめよう。無理ゲーだこれ。ハンギョドン。ガチャガチャいくら？100円？ガチャガチャ？あ、そっか、物によって違うのか。そう、物によって。多分今100円でガチャガチャできないよね。多分。あるか。お客さん増えてる。うまいんだね。うまいんだね。そうだね。子供でも取れるのに。とりあえずご飯食べに行こう。ご飯食べよう。お腹空いた。でもなんかいい運動になったよ。何の？ウォーキング。ウォーキング。可愛いもの見ながらウォーキングできた。めっちゃ風強いんだけどこれ。雨はでもやんでない、ね。また走るの？ダッシュダッシュ。やば。いい感じでお腹空いたけど、何食べたい？寿司。寿司ね。寿司食べたい。はい。はい。
寿司食べたい。へいらっしゃい。店員さんになってんじゃん。お腹すいた。貝食べたい。だろうね。貝とエビ。なんか結構貝メインで食べるよね。貝ね。魚じゃないよね。あるとことないとことあるからさ。そう、魚より貝だね。私はもちろん魚メインだけどね。じゃあメッケモン行こう。お、いいね。ダンディさんに食事券もらったから。確かに、ありがとうございます。いっぱい食べよう。ありがとうございます。ポコタにもね、勉強頑張ってるからお土産持っていこう。そうね、お持ち帰りで、うん、どんくらい食べるんだろう若い子。ポコタ食べ盛りの高校生って。めっちゃ食べる。何缶ぐらい食べる。15とか。あー、普通に食べる。言い過ぎかな。いや、食べるよね。食べるかな、うん。なんかすごくないバス。なんてバスバス。石台あるよ、石台。ありがとうございます。古式って書いてたよ。あ、嘘。うん、古式さん。うん、古式さんって書いてた。やべ、私が釣った石台かもしれない。冷蔵庫にあるわ、冷蔵庫に。眠ってんのにも。私がおろした石台かもしれません。おろしてないけど。はい、ありがとうございます。お気をつけください。いっぱい食べるぞ。いっぱい食べる。髪の毛食べて。髪の毛は食べません。髪の毛は止めて気合を入れます。そうだね。何食べよう。これ美味しそう。知ってる、たたき軍艦だって。そういえば山どうなった、うん、あれから。山ね、うん、結構大変だよ。改めてまた見に行ったの。だって1ヘクタールだよね。1ヘクタール。さすがにそれ全部は整備できない。ただね、あのパッと見結構意外と整備できるかなって思ったんだけど、うん、奥の方行ったらめっちゃしっかりした木が結構生えてて。だよね。なんか本当何十年も放置されてた山らしいね。ああ、だからお買い得だったのかな。だからなんかちゃんと植えられた木じゃなくて、もうなんか勝手に生えてきた木とかもあったから、間伐とかして、あの間引きみたいな感じ。手ごわいんだね。綺麗に整地するか、うん、もうなんか今生えてる木を生かして、うんうんうん、なんかみーちゃんの望むキャンプ場にするか、まだちょっと悩んでる。めっちゃ大変なんだ。大変なんですよね。もうだからそう、こう木を切ったりするのもやり方あるじゃないですか。だからそれの勉強とかしないと。で、なんかあまりにも木がいっぱい生えてると、いっぱい木が生えすぎてると、それが原因で地滑りとか、なんか土砂崩れとか起きるから危ないじゃん。じゃあ最初が肝心なんだね。そう、最初が肝心だから、なんか下手になんかとりあえずこれするかじゃダメだからね。ちょっと今勉強と、あのなんかこうイメージを膨らませてどういう風にするかを決めてるところです。頑張って。いただきます。これおすすめ。なんかありがたいね。普段食べれないものいっぱい食べれたね。
いいやついっぱい食べた。はい、食べた。ありがとうございます。ごちそうさまでした。よし入った。くし。おやく。お。うにゃにゃく。うにゃくちゃちゃ。わ、やべえ。終わった。終わった。あ、待って、待って。よし。でかいシマシマ釣れた。やったー。赤貝すごい。待って。せーの、ほん、うん、かっちゃっちゃっち、やったー、じまじま、結構大きいよ。嬉しい、嬉しい、久しぶりの小石器で、しましまとでっかいアブダイ。アブダイはちょっと持って帰れませんが、ちょっと後でゆっくりこう持ち上げてお見せしましょうね。大きいね、しもしも。さすが赤貝。まだ赤貝か、時期的に。あ、でも青ブダイはガンガンでできたか。まだいっぱいいそうですね。今日はめちゃめちゃ大きいのばっかり釣れた。中でも嬉しいお魚が釣れました。本石だ、やったー。せっかくなのでサイズを測ります。おー、あー、ちょっと、まあいいサイズですけど、47、あ、違う、56.5 だ。 46.5 センチ。ありがとうね。早速今からさばいていきます。ただ今日食べるのではなくて、2日間ぐらい寝かせて美味しくしてから食べたいと思います。魚の骨が当たって切れちゃった。
局魚さばいちゃいました。で身も入れた。すごくない？美味しそうじゃない？イシダイの煮付けだけにしようかなって思ってたんですけど、ポコタからの要望でイシダイの漬け丼が食べたいってことになったので、タレ作りました。で今からポコタのお家に行って、ポコタママとポコタと一緒に夕ご飯を食べたいと思います。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね。バイバーイ。